そうですね、まあ、日本で走る一戦というのは自分にとっても本当に特別で、まあ、インディカードライバーとして、まあ初めて日本でレースをしたんですけど、まあ、僕自身にとっても3年ぶりのレースで、まあ、本当にあれだけたくさんの方が応援してくれて、その中で走れるというのは本当に素晴らしいことだと、自分にとっても幸せだし、インディカーの持つ非常にその、まあ、ファンとチームとドライバーが、近いで、パドックでも、自分 の, そのエンジニアのオフィスというかガレージから、まあ、車のところに行くまでに、まあ、大した距離じゃないんですけど、そこでも本当に身動きが取れないぐらいたくさんの方に応援してもらって、まあ、本当に雰囲気も素晴らしいし、自分自身も、頑張ろうというふうに思いました。今年は残念ながらインディージャパンがこう最後のイベントになってしまうんですけども、まあ、特に大震災が起きた後に、日本でレースできるっていうのは本当にあの素晴らしい、僕にとっては機会だと思ってます。まあ、特にそのオーバルがダメージを受けてしまって、一時はまあ開催も危ぶまれたんですけど、まあ、ロードコースで、開催できるっていうのは本当にたくさんの人たちの、サポートもあったと思うし、まあ、僕らがやっぱりそこでレースをできるっていう、こうインディーカーが持つ、エキサイトメントだったりエネルギーだったりっていうのを、まあ、今の、日本に、少しでもこう元気をサポートしたい、そういう、まあ、ドライバーだったりチームだったりそのリーグ全体の思いが、まあ、今度のインディージャパンに、注ぎ込められてるんじゃないかなと思います。で、僕自身も、もちろん今シーズン走ってきた、まあ、ベストの走りを、日本で、みんなのファンの前で見せたいと思ってます。